どうも、今回はね、一速度をガン積みしたクラッシュブラスター使ってね、S プラスガチアグラ潜っていきたいね。クラッシュブラスターね、4発爆風当てれば倒せるみたいな感じで、キル速そんな速くなさそうなんだけど、意外とそんなこともない。直撃取ったらもっと速く、まあ、2発か、直撃2発みたいな感じなんだけどさ。で、サブがスプラッシュボムで、スペシャルがあれで、悪くないしね、全然悪くないしね、アルティメットショットか、全然悪くなかったですから、こういうところもしっかりと裏をしっかりと狙って、こうやってで、今回一速度積んでるから、もう騒音やろう、完全にめちゃくちゃもうパンパンしまくって、これ騒音やろう、これ完全に俺のが、嘘、俺のが先に打ってなかった。で、これさ、ウルトラショット抱え落ちしたの割と痛いかも、めっちゃ痛いかも、すげえ痛いかも。今回一速積んでるからね、もう適当に打ってるだけでしっかりと、もうしっかりともこうパン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 していく、こうやってもう、とりあえず打っときゃ当たるやろうっていう、とりあえず打っときゃ当たるやろうの構えでやっていきたい。待って、来てね、それ。あ、いなかったか。いるかなって思ったんだけど、ウルトラショットどこで打つかなんだよなぁ。まだ時じゃないな、ウルトラショット。いる。いる。違う。いなかった。なんかうまいこと、こういうところでしっかりと、こうパン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 しといて、ここ、まずは一匹でしょ、まずは。で、二匹目いけないか。できればさ、チャージャーをぶち抜いたりとか、したいんだけどさ、チャージャーはあれと相性悪いかも。ロングブラスターで相手したくないかも。ロングブラスターじゃないな。こういうとこ、チャージャーはちょっと嫌かも。うん、なんか、4発当てる前に抜かれそうな気がする。そんな気がする。いいな、楽だな、クラッシュブラスター。すげえ楽。すごい楽。めちゃ楽。塗りもそんな弱くないしね。で、ちゃんとウルトラショット貯めて、どうしよっか。まあ、隠れてチャージャーだな、まずは。はい。マジか、当たんなかったか。はい、2匹。買って、もう1匹。うわー。その上のやつね。後ろに投げて。で、まあちょっと射程的にはそんな長くはないから、ちゃんと、待っとくっていうのは結構大事。なに？まずでも適当にやっても勝てそうな気がする、あとは。あとは適当にやっても勝てそうな気がする。いや、ウルトラショットもね、強いからな、ちゃんと使えば。まあでも味方が、何のスペシャルも言えることだけど、味方がでも4人揃ってる時にスペシャル打ちたいよね。で、キルして、人数よりかけて打開していくみたいな感じで。あのさ、チャージャー野郎をさ、くたばれい！お前は、こうや！お前も、こうや！終わったもん。なんかおるよ。当たんないか。はい、潰していく。そして、はい、はい。2発当てて倒していきますよと。あ、いいっすね。お前、チャージャーが迷い込んでくんな。クリアリング、てか、クリアリングがそんな必要ないっていうのは結構いいね。はい、はい、はい、はい。くっそ。クラブラ VS クラブラなんか、めちゃくちゃ不毛。めっちゃ相打ちなる。めちゃ相打ちなる。クラブラってこんな使いやすかったんだね。ノアとかもすげえ使いやすそうな気がする。ノアとかも使いやすそうだよな。2発当てれば敵は死ぬから。いいね。ただ、スペシャルとか考えたら、あれ？ワンチャン勝てそう？いや、飛んでもよかったな。飛んでもよかったな。ただ、スペシャル考えたらどうだろうね。打開しやすいのはクラブラかなって感じはするような気がする。うん。スペシャルどうせたまんねえからな、これな。潜伏が一旦丸いかな。はい、はい、はい。近すぎた、ちょっと、近すぎた。クラブラ近すぎた、俺。いやー、ヤグラが進んでいくからね、ちょっと戻ってきてもらわんと。バリヤグラどうしよう。まあ、止めれるか、簡単に。簡単止めれるよな。だってブラスターだもん。冷静に考えたら敵を撃ってりゃ敵死ぬからね。いるんじゃないの、これ。で、ウルトラショットは撃たなくていいかな。撃たなくてよさそう、これは。ナイス、それ最高。
はい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 、こっち、はい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 、当たないか、いないか。これウルトラショットでしょ、やっぱここで。わ、気持ちいいなぁ。いや、ボムがなければもっといけたなぁ。もっといけたね。いや、なんかさ、若葉シューターみたい。クラブラ。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけど。超攻撃的若葉シューターみたいな。サブだってボムで、ボムで遠距離にはボムでしょ？で、ウルトラショットでいけるし、そんな感じよ。多分言いたいことが分かる人には分かる気がする。うん。いや、いいね。いいね。ナイス。で、ギアは、今回はね、こんな感じだね。さあ、チョウザメ造船だね。チョウザメ造船俺苦手意識結構高いんだよ。俺、チャーニーは終わってる。チャーニーはマジできつい、ほんとに。まあ、でも、どうだろう、クーゲルとかやりきれればな、かなーって感じはあるんだけどさ。いや、どういう立ち回りをするかだよな、やっぱりな。ほんと、それはある。でも、やっぱスペシャルがね、遠距離にね、一矢報い入れるっていうスペシャルは本当にいいよ。まずは、ボムで、しっかりとね、遠距離で落としていくんだけど。これ、遠投とかつけてもおもろいな。遠投とかもおもろいな。折れた。はい、はい。こっちかな。こっち。イェーイ！いいね。いいね、いいね。乗ってこ、乗ってこ。はい、いいね。裏かな？なんでお前その高台にずっといるんだよ。そっちだったか。左が、右から落としに行かないとちょっとダメかもな。大変すぎる今回。すげえ大変。チャージャー2枚だとその前線とかもガンガン上げれるってわけじゃなさそうだしな。はい、倒して。ローラーか。で、我慢我慢我慢。これ多分ね、あれでバレたな。チャージャーってさ、照準合わせたらちょっと見えてなくても、普通に映ったりするからさ、それで割とぶち抜かれたり、割と俺もぶち抜けたりするからさ、そういうのあるかもな。はい、倒して。吸引機か。あれはしゃあないから、まあしゃあないんだけど。あれはしゃあないからしゃあない。諦めるしかない、あれはもう。はい、いいね。はい。ヤグラの番人とは、俺のこと。グピ。グピ。しんどい、チャーニーマジで。ほんとにしんどい。やばすぎる。あ、でも相手一人回線落とした。勝ちました。これはもう勝ったな。これも爆音。爆音の、インパクトな、これだよ。頭からつま先までの衝撃いいのいな、あずまーって。これ相手一人しかいねえ。え、こんなことあんのね。え、こんなことあんの。終わったな、お前、マジで。おら、いつでもお前のこと倒せるやつな。おい。真上にぶん投げた。終わったな。終わったな。かわいそうに。え、でもこんなことってあるんだね。マジで。ちょ、終わりにしよう、もう。もう。もう終わりにしよう。楽になりたいでしょ。死こそ救済！死こそ救済なんすわ。あいつを、この過酷な世界からね、救った。消してあげることによって。さあ、気を取り直して、頑張っていきますか。事故んなよ、編成。頼むぞ、マジで。あ、いいね、いいね。事故ってはない。今回気をつけなきゃいけないのは、俺、あれかな？ロングブラスターかな？やだね。2発でやられちゃうもんね。こっちは4発当てなきゃいけないけど。まあ、直撃取れば2発かな。いけるけど。まあ、相当近づいていろいろやっちゃうっていうのが一番いいから。まあ、でもあいつらってボムに弱かったですから、しっかりとボム投げといて。裏にボム投げて。で、隠れてるか、これ。はい、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 いいね。潰して。で、なんか後ろにいるよな。よーし、よ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 し、いいよ、いいよ、ちゃんと気づいた。まあ、シューターみたいな感じだよね、もう、クラブラは。さあ、あとはしっかり飛んどいて前線上げながらスペシャル貯めて、
打開するのが一番いいかなって感じは。危ない、倒して、ナイス、いいね。でこれはもう仕方、爆音のインパクト。俺スペシャル打たなきゃいけないんだって、やめろ。ハイタンクか、大丈夫。後ろから、後ろからこうやって爆風で潰せばなんてことはね、ナイスは。おら、いいね、あ、気持ちいいね。はい、何しないだと、まあいいや、じゃあ俺の爆風を、爆風をお見舞いしてやろう。俺のせっかくだしな。あ、やばい、落ちちゃった、落ちちゃった。2発、2発でしっかりとまあご利用して勝利していきますよと。いや、ウルトラショットマジマジ強いね、やっぱり。やっぱ強いね。無難に強い、気持ちよすぎるもんな、一角でね。でもまあ、ワンのスペシャルショットは3発だけじゃなかった気がする。5、6発打てた気がするんだけど、気のせいかな、俺の記憶違いかな。さあ次もマサバ海峡大橋だね。なんかスペシャルショット、ウルトラショットか、ウルトラショットでもカニタンクのあの本体とかって無事抜けんのかな。やっぱ正面の装甲に吸われちゃうのかな、どうなんだろうね。直射っぽく打ったらいけそうな気もするんだけどな。できたらまあ気持ちいいだろうね、言葉に言語化できない気持ちよさがある気がする。まあボムかな、とりあえずは。とりあえずはまあボム あたりにぶん投げといて、ナイス、ボムで倒した。いや、スプラボムね、やっぱ強いんだよね、普通に。普通にって、このスプラボムは本当に使いやすいよね。で、ここら辺塗っといてあげて、あ、ナイスナイス、それ最高。俺も乗ろう。で、ここいいね。そして、裏にいるな。あー、壁に座れちゃったか。あ、俺乗るわ、じゃあ。いいよ。暴れてきな。暴れちゃいな、君たち。いいね。ほら、クラフラ。今回乗る、あ、抜かれたくない。ちょ、いや、守って、乗るから、俺乗るからさ、あのさ、まだ耐えれる、乗るからさ、守ってね。ナイス。あー、329とかまであと10欲しかった。うん、あと10いってたら最高だったんだけど、まあ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 、頑張った方でしょう。まあ、スペシャルためんのもなるだけ前でスペシャル貯めたい感じはあるけど、このマップのあれもやだね。焦るな焦るな焦るな、打開の時間や、打開の時間。これ焦って突っ込んで矢倉止めに行くよりも一旦ねスペシャルを貯めておいて、ここ、何ここ、マジか、当たんないか。あいつ逃げないもんな、逃げるかと思ったんだけど俺。はい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 、落ち着いて、上にいんのかこれ。はい、倒して、いいよ、めっちゃいいとこ出る、クラブラの上、こっち、はい、倒して、直撃、いいね。からの、それ任せていい、それ倒して、あと一発ね、無視でいいか、あれは。ここ何ここ、ダメ今の、マジか、今のダメだったか、悔しいな今のは。じゃあ結構外したもんな、なんかいるの分かってて外しちゃうのが一番悲しくない？俺そう思うんだよね。マルチミサイルばっかし、マルミサマンばっかり、本当に。でもあのラクト結構突っ込んでくからね、ちょっと悲しいよね。悲しいって言い方おかしいか。どうしよっかね、まあ、一旦塗り合ったりしといて、死なないようにね、牽制とかしてしっかりと。まだ来た、当たんないか、バリアか、ナイス、いいね。いや、これはね、裏からだな多分。これはしっかりと、はい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 、マルチミサイルお疲れ様ですと。いいね、しっかり帰る。そして打開できた。やっぱね、焦って突っ込んじゃダメよ、やっぱスペシャル貯めて
戦いしないと防衛はね、やっぱりね。で、こういうとこも当たんないか。落ち着いて狙う。3発フルで撃てんくても全然いい。撃てたら最高だけど撃てたら最高だけど、3発撃って適当に撃って外しちゃうよりも、まあ、やっぱりねえ、魂の一発でしょ。3発撃って外すよりも魂の一発が。と、突っ込め、いいね。撃て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 、ここ、いいね。で、はいはい、何、まあ、あとはしっかり勝利と。めっちゃ立ち回り綺麗だった今回。てか、ウルトラショットが冴えすぎてるねめっちゃ冴えまくってるウルトラショットのタイミングもうね、100点満点よ。さあ次は俺のあんまり得意じゃないチョウザメ造船だね。難しい、チョウザメ造船は。なんかね、敵がね、敵がどこにいるかみたいなのね、すぐに把握しづらい。ちょっとボコボコしてて、すごい、それボコボコしてるせいで敵結構大変。マサバ海峡とかはまあ、まあ割と開けてるしね、見やすいよね。向こうが湧いてるんだよな。とりあえず見えてないけどボムかな。で、グピッ吸盤でやられちゃったな。やばい、壊滅しちゃった。やばそう、これほんとまずそう。どうしよっか、どうしよっか。まあ、クラブラだからな。一旦ボム投げといて、ここに入られないようにしときたいなってのはすごいあるんだけど、まあ入られちゃった、入られちゃったで、しゃあないよね。はい、マジか、今のジェットパックぶち抜けたらマジ最高だったんだけどねポップソナー真下に落としてったまずい、入られた。オッケーオッケー、まあ分かってる分かってる。しっかりとね、入ったとこも分かっとかないとね、やっぱね。いやー、足場取られちゃった。そう、やっぱこの、でもチョウザメ造船苦手な人割と多いと思うんだよね。なんかそんな気がする、そんな気がする。打開とかもね、そんなにうまくいったりすることって結構珍しかったりするし、やっぱ苦手な人結構多いんじゃないかなって思ったりするんだけど、どうなんだろうね、わかんない、それはもう。いやー、北斎だるいよー、超だるい。北斎が一番あのキルしてる、もしかして。いや、射程的にさ、ちょっとさ、ちょっと厳しい感じある、北斎に対してすごい厳しい感じあるから、これ前行こう。いないかな、わかんないわかんないわかんない。でも魂の一発、あ、魂の一撃当たった、いいね。で、ここなる、なるほど、なるほど。はい、倒して、いいよ、味方が。はい、いいね。北斎に対してはね、マジでもう本当にね、ダメだわ、くっそクリアリングがてらやられていくっていうね。いや、味方強い、でもすげえ強い、めっちゃ強い。飛ばなくていい、これ飛んでもやられそうな気がする。普通に先にちょっと潜伏挟みたいな、できれば。それか乗るか。いや、いるんかよいるんかよてか上のマップ見とけばよかったそしたら乗ってるか乗ってないか分かるから見とけばよかった。でももしかしたら調査未造船苦手なの俺だけなのかもしれんな、もしかしたら。あれ、やるわ俺。うまい、やるね、やりますね。気をつけて。いやらしいね、このボムね、マジいやらしい、本当にいやらしいよ、そのボム、マジいやらしい。オッケー、相打ちね、オッケーオッケーオッケー。もう北斎対打ちはもう割と仕方ない、俺はこれは仕方ないと思う。無理無理無理、あいつを正面から打ち合って一人で逃れるのは射程とキル速的にちょっと厳しいよーって感じはなんかある気がする。で、こういうところもちゃんと塗っといてもスペシャル貯めたり、あとボムコロがなんか丸そうな気がすんだよね。近づいてもやられそうな気がする。いいね。で、
ダブルスペシャルショット。横からのスペシャルショットはどうかな。何？やだやだ。やだ。横からのスペシャルショットはどうかな。はい、ぶっ潰していく。まあ、必戦だったら射程的にもそんなに厳しくはなさそうな気がする。あと一発かなって思ったんだけど、俺もあと一発だったね、これ。オッケー、相打ちね。オッケーオッケーオッケー。まあでも、ロングブラスターとかゴーニーガロンとかを、なんか自分より価値のある武器を潰しに行く。味方が楽に倒したら、あげたら楽になりそうな武器を倒していくっていうのが結構、いい気がするよね。危な。ナイス、ナイスカバー、ナイスカバー。いやー、大変すぎるな。ロングブラスターに正面から撃ち合いに行くのは結構アホなんだけどね。アホなんだけど、あんまり良くないんだけどね。倒せない。ロングブラスターは無理。一旦諦めていい。バレてるからな、場所な。味方と離れてあげよう。そしたら、後ろからロングブラスター多分倒してくれるから、ナイス。これ死ねないな、もう。死ねないわ。おむころおじさんとかさ、俺も。ここで。さあ、あとはしっかりと。ボム殺せるだけ、あともう。で、あとはしっかりここでね。ブラスターおじさんとかさだけ。スペシャルショット貯めたけど一応、なんか距離近づかれすぎて。別に貯めなくてよかったな。まずスプラボムっていうのがいいね。メインの弱点を補えるっていうのがいいよね。スペシャルと。サブで。クラブラは悪くないかもしれんな。本当に。打開の目処も立つしね。さあ、マサバ海峡大橋、相手の名前父。俺小学生かもしれん。でも父げってなんかさ、文字が面白くない？なんか文字がおもろくない？なんかちょふふふふふってきちゃう。なんかそんな感じある。俺だけ、これ俺だけかもな。いや、そんなことない。絶対そんなことない。みんなちょっとふふってくると思う。まあ、女の人はわかんないけど、男の人はふふって多分来ちゃう。いや、間違いない。はい、サポートしっかりして。危ない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 。なんだあれ、ジェットか。大丈夫。まあ、スペシャルはまだ履かないよ。俺は美味しいスペシャルしか履きたくない。聞かせて、ちゃんと。びっくりした、2発。直撃2発で仕留めるか。まあ、買い落ちになっちゃったけど、まあ、あんま美味しいスペシャルじゃないから、全然いいや。まあ、買い落ちって基本的にはあんま良くないんだけど、良くはないんだけどさ、全部使い切って貯めるよりかは、ちょっと我慢して、めちゃくちゃ美味しいところでスペシャルを打つとかでも全然ありな気がする。こういうとことかね。押した。ハンコ弱すぎ。こういうとこ、こういうとこ。こういうところの、はい、倒していいよ。はい、倒して。こういう、矢倉を、済ませるところの、スペシャルは強いかもね。倒して、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 いいよ。倒して、倒したい、それ、倒したい、倒したい。倒して、いいよ。で、倒して、いいよ。撃っちゃうもん。なんか、気分良くなって撃っちゃった。一人で4キルしてね、これ。気分良くなって撃っちゃった。まあいいや、倒せたから。倒せたからいいや。なんか、ハマったな、今のな。てか、普通にクラッシュブラスターね、撃たれるとね、結構ね、びっくりする相手からしたら。ボム。いや、倒せないか。まあまあまあ。いや、でももっと進めたいよな。ちょっとあんま美味しくないというかさ。あー、めっちゃ裏取りいってるけど、裏取りっていうか、前線を荒らせてるけど、ちょっとタイミングがね、まずってるなーってのは、あるかもな。こう打開の時、ボム投げとくだけでいってるのが結構いいよね。まあ、それちょっと間違いな気もするけど。それだけだったら間違いな気もするけど。マジでハンコ弱くない？そう。射程でちょっと勝てないところはあるからさ。
あれ撃ってこなかった。まあでも一旦様子見するっていうのは割と間違ってない気がするよ。うん、マジか、それちょっとやられちゃったか。はいはい、あえてこっち狙ってやろう。帰るか一旦、帰ろ。いやーしんどすぎるなー、下降りたくなかったな今のな。下降りても多分何もできんからさ。ナイス、いいね。リードはもうしゃあないしゃあないしゃあない、もうしゃあない、こればっかりはもう。もう投げといて横にね刺しとかないとね。いやまずね、周りのやつをねどうにかしていかんとね、矢倉もちょっと射程短く止めれんからな。もうしゃあないんだけどさ。ナイス、いいね。まあキル能力は一人一人高いと思うから、矢倉乗るか俺が乗ってあげるか俺が。いやあのさっき結構マサバ海峡で矢倉乗ってた試合あったじゃん。あれさあれさ結構優秀じゃない？矢倉ずっと乗ってたのに14キルしてたっていうね、めっちゃ優秀だったくない？この試合勝つにはどうすれば味方を生かしてあげれるかな。ちょっとクラブラで一人で4キルはまあ最初やってのけたけど、ちょっとこれ以上は厳しい気もするからどうしようね。まあいや俺乗るか、俺乗ろう。乗ってボム投げて牽制しておきながらサポートしてあげよう。ハンコ来た、ハンコ詰まってないまあちょっと一人一人あれしないきゃな。ウルトショットはダメ、ウルトショットはまだ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 。いやー美味しいところで打ちて、ちょっとでも時間ないな。もう打つか。やべ外した、わかんないが とりあえず真上に打っとこう。わかんない待った、もうダメだ、グダグダだ。あ、グダってるグダってる。ナイス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 、ブラスター倒しに行か、あ、ブラスター死んでんのか。オッケーオッケー。あ、降りちゃった、癖で降りちゃったあ、癖で降りちゃったしゃあない、なんか噛み合んかったな。めっちゃ序盤良かったけどなんか噛み合んかった。あ、いいね、マサバ海峡大橋だ。チョウザメ造船はねちょっとね苦手意識あるからな俺。うわしかもちゃー終わった、チャーに終わった気がする。相手の編成がしかも割と強めなんだよな、結構強めなんだよな。マルミサーとマルミサとメガホンとって感じだしな。割とそん、びっくりしたびっくりしたびっくりした、はいやまあ倒したからいいけど倒したからいいけどさ、早すぎやろあいつ。どんな速度できたんよ。でもワンチャンなんかいけそう。てかこれの攻めれるときにノックアウトしちゃわないとちょっと厳しい展開にありそうな気がする。俺はそんな気しかしない。はい倒していいよ。奪われてる、マジか。サンドイッチ戦法だなこれも。ナイス、そしたら俺もサンドイッチされるから乗ってもらっといて、上にスパショ打つかあんま良くないかもな。ナイス倒した、であと一発あそこにぶち込んでおいてやりたいけど、くっそ早え早すぎるいやきついね、攻めきれないなかなか、なかなか攻めきれない。これ一回塗られたらマジ終わる、本当に終わる。塗られたらガチで終わる、マジで終わるから本当に気をつけなきゃいけない。届かないか、いやきつい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 、マジきつい。はい倒していいよ。で近づけるんだったらボム投げながらクリアリングとかしてって感じかな。前出にくいもんな、マジきつすぎて出れないよな。倒したナイス、いいね。当たんないか、お乗ってくる、
で、もう一丁。うわー、これぶち抜けたらマジ気持ちよかったけどね。どうせこっちだろ。あ、くそ。くっそ。でもなんかスライドってさ、ちょっとはあれできるようになるよね。相手にしてたらさ、あ、どっちに避けてきそうな雰囲気で。雰囲気でさ、どっちにかわしてきそうだな、みたいな。いやー、それ無理、マジで。マジきつい、それ。こっち。ノアブラスターみたいな使い方になってんだけど。ノアブラスターみたいな。一発当てて。一発当てて、みたいな。まあ、こういう時ちょっとノア使いたくなる感じはあるけどね。ただ、スペシャル、ウルトラショットがマジ強いからね、ちゃんと貯めれれば感じはあるんだけど、押し込まれすぎてたら、ちょっと貯めにくいっていうのは、すごいや。トピード強い。この塗り状況がさ、こっちの塗り状況があんま良くない時の、編成的にね、良くない時のトーピードは、強い、マジで。本当に強い。マジ強い。はい、倒して、いいよ。まず、そうだね、強いね、マジで。本当に、厄介、極まりない。先に逃げる方、先に逃げる方を向いて撃っとくっていうね。OK、潰して、いいよ。で、おむころしにくいよ、多分。無理だよな。うん、無理だよな。そうだよな。さあ、ウルトラショットぶち込みに行くか。って思ったけど、一旦、ミサイル避けてからかな。うん。避けてからだな。ねえ、もうトーピード回して無理。トーピードしんどすぎる。これ勝ったらマジ熱いけどね。これ勝ったら熱いけど、人数有利からのウルトラショット、人数有利っていうか4人いる状態でのウルトラショットをしっかりと、まあ、ちゃんと入っといてさ、あ、この状況でウルトラショット吐けたらマジ完璧だったんだけど。痛いな、マジ痛いな、ほんと痛い。そう、4人ちゃんと揃ってる時にウルトラショット強いからね、ちゃんとスペシャルが強いっていうか。はい、無理か。裏ぶち抜くか、じゃあ。もっと裏かな？いや、もうガン逃げされたな。引かれたな。普通にいたのか。マジトーピード。マジ。と、ソイチューバー悪くないかもね、ほんとに。チャージキープで、なんだかなって、なんだっけ。トーピードと、スペシャルがマジでほんとに、あ、ミスった。マジミスったな、今のは。マジで厄介、トーピードと、あれが。塗りがね、こっち強かったらね、トーピードパンって破壊すれば、しちゃえばいいんだけど、丸見さんもトーピードも、足場がない時の、撃たれると、本当に最強のスペシャルと化すからね。